体調が悪いのか？もう少し休んでいくか？ちょうど日陰がある。少し休めるな。うん。君たちの言う通りにするよ。セノ先輩、ティナリ先輩、それに旅人とパイモン、レイラもここにいたのか。うん、日差しが強すぎるからここでしばらく隠れてるの。もしかして先輩たちはもうすでに試合の目標をクリアしたんですか？そんなに僕はすごくないよ。棄権するつもりでセノと旅人にアール村まで送ってもらってるところなんだ。危険？そんなこともできるんですか？ルール上は問題なかったはずだよ。試合の範囲から離れれば危険とみなすってアルハイゼンも言ってたし。始まる前に大丈夫かと聞いただろう。その時に危険していればこんな目に遭うこともなかっただろうに。とりあえずはやってみないと。やってみてできないって分かった時に初めて諦めたって遅くはないだろ。戻ったら絶対に日焼け止めオイルを何種類か作るよ。次に砂漠に来ることがあればやっぱりちゃんと事前準備しておかないと。そういえばレイラ選手だったよね。君もあまり体調が良くなさそうだけど大丈夫？砂漠に入ったばかりの時はちょっとめまいがしてたんですが、ここでちょっと休んでだいぶ良くなりました。無理するなよ。